生きて意識を失っているだけだ。基地の人たちと同じ状態かしら。ああ、廃棄士は彼らを殺さなかったみたい。寄生して操り人形にするためだろう。寄生タイプの廃棄士は人類にとって新たな脅威ね。攻撃してくるだけのモンスターよりはるかに厄介だわ。早く状況を本部に報告しないと。この泥の怪物はどうする？ここでバラバラに処理するか、持ち帰ってエスターさんたちに見せるか。もちろん持ち帰るわ。貴重な研究サンプルだもの。デンラン、そのモンスターはあなたに任せるわ。いや、それはちょっと。ウーミンはどうしよう。廃棄種は体内から駆除したけど、元に戻ったって言えるのかな。そうだな、おそらく大丈夫だろう。あれ、ここはどこ。ウーミン、目が覚めたんだね。え、皆さん。あっ、
く見習いエクセキューターのウーミーが報告します。ウーミー、あなたの身に何が起きたか覚えてる？え、私さっきまで練習してたってことは覚えてます。練習？違います、パトロール。あ、そう、パトロールです。ああ、覚えていないみたいだな。君はさっきまで愛機種に体を乗っ取られて俺たちを困らせてたんだぞ。あまりウーミーを脅かさないの。愛機種の影響を受けていた人たちは早急に検査が必要よ。戻りましょう。え？だけどこの山上はどうするんだ？それにトンネルを通ってインニスには行かないのか？ここの修復と後始末は本部に任せましょう。トンネルは長年放置していたせいで中の状況がわからない。本部と話し合ってから次の手を決めないと。異論なし。わかった、そうしよう。持ち帰ってくれたサンプルはとても貴重なものよ。ウーミーだけでなく第10通信基地の人員たちも。ねえ、手配しておく。僕なら皆さんのが、はじめまして、イカロスです。コードネームはマークです。イカロスさん。エスターさん。イカロスさん、戻っていったの？ええ、エルリック様が。このお二人はエクセキューターさん。準備はいいですか？では出発しましょう。エクセキューターさん、作戦に同行できることを。
その先にあるのが海底トンネル、通称そして都市が完成し、長距離転送ゲートが建設されて、周囲を警戒し、トンネル内に入ったら。分かってる。インニス、ねえ、行動に移る。準備ができたら。ではイカロスさん。性があるわ。いつでも戦えるようにしましょう。そうね、廃域種から信号のようなものを感じる。注意して進まないと。廃棄種が多数こちらに向かっている。早くここを通過するわね。飛行状態ではうまく戦えないわ。なら私が引きつけて援護する。トンネルを進めばインニスがある冥界エリアです。警戒を怠らないで。まだ安全とは言えないわ。
油断していました。トンネルにこれだけの廃液種が潜んでいたなんて。この状況を早くフィオナさんに伝えないと。はい、トンネルの出口はこの先です。皆さん、冥界に到着しました。でもインニスはまだ先です。気を緩めないでください。ちょっと待って、このあっちよ。第七通信、早く助けに行かないと。他にも廃液種が潜んでいるかもしれません。気をつけましょう。
あまりこいつらに構わないで。まずは通信基地の応援に向かいましょう。約束より5時間43分も遅れてるよ。いいね、ずっと数えてたんだから。どうしてこんなに遅かったの？途中ですごい相手に遭遇したとか？今度はいいねも連れてってよね。あ、そうですね、機会があれば。きっと何かあったんでしょ。隊長は時間を守る人だもん。凛也さん、お久しぶり。この二人は？ご紹介しましょう。こちらはアーシャからいらしたエクセキューターさんとシャーリーさんです。彼女たちはマーク小隊のメンバーです。シロさん、イーネさん、それからモリニアさん。わー、強そうな人。それとリーヤさんも。ダメだ、さすがに勝てっこない。そもそも皆さんはどうしてここに？それがフィオナさんが、その潜在的な危険を察知して、それで私たちを派遣したんです。なるほど。具体的な状況は通信基地に戻ってから聞きましょう。えい。いいねさん、どうしたんですか？エクセキューターってすっごく強いみたいなの。エクセキューターと一回手合わせしてみたいな。あ、一回じゃなくて二回がいい。うん、機会があればね。よし、約束だよ。嘘でしょ。ミラポリスへの転送装置が壊れてる。通信装置も壊れてる。くそー、イーネがその廃液機種をボコボコにしてやる。厄介なことになった。もし急に状況が悪化したりしたら、ミラポリスの増援が間に合わなくなってしまう。大丈夫ですよ、リンヤさんやエクセキューターさんたちがいますから。ふん、ならちょうどいいかもね。人手が増えたら私は別の問題に対処できるから。探査装置の件ですか？そう、最近装置から送り返されてくる情報がちょっとおかしいんだよね。念のためそっちを見に行ってくる。頭でっかちの技術部め、海洋情報を完全に無視してさ。何が正常な現象で分析不要だよ。見てろよ、絶対にそんな単純な問題じゃないから。
それからバカ猫、こっそりついてくるんじゃないわよ。いいねはバカ猫じゃないもん。いいねさんはモリニアさんと一緒に通信基地の状況確認をお願いします。モリニアさん、ここ数日の基地の状況は？以前に比べると範囲機種の襲撃の頻度は著しく低下しました。著しく低下ですが、調査によると逆に活動範囲は拡大傾向にあって、活動中の個体数も大幅に増えています。いい兆しではありませんね。範囲機種は僕たちが考えているよりも知的で組織的に活動するようです。この状況はフィオナさんに伝えます。おしゃべりはこれぐらいにしましょう。僕たちには急いでやるべきことがあります。僕とリンヤさん、エクセキューターさん、シャーリーさんはインニスへ救援に向かいましょう。シロさんは異常のある探査装置を調べに行ってください。イーネさんとモリニアさんは基地の留守をお願いします。予想外の状況があればみんなすぐに連絡を取り合いましょう。絶対に無理をしないように。分かってますね、イーネさん。分かってるよ。よろしいでしょうか、リンヤさん、エクセキューターさん、シャーリーさん。はい。出発の前にまず準備を整えましょう。これは水中酸素循環装置です。これを使えば水中でも自由に呼吸ができます。初めはあまり慣れないかもしれません。もし具合が悪くなったらすぐに知らせてください。うん、行こう。試してみましょう。水中での動作に問題なさそうですか？なんとか。慣れるまでもう少し時間が必要そうですね。範囲機種の活動信号を検出したわ。みんな気をつけて。エクセキューターさん、シャーリーさん、水中での戦闘はこれまでとはだいぶ勝手が違います。気をつけて対応してください。来たわ。you
大丈夫ですか？先ほどの水中で戦うのは確かに大変ね。私は平気だな。エクセキューターさんは適応力が高いんですね。イーネさんが初めて水中で戦った時のことを覚えているのですが。大変だったの？彼女は強がりなのですよ。水中戦に適していないドロイドの体で無理に頑張っていたんです。その後インニスの研究者に彼女の調整とアップグレードをお願いしたのですが、今や彼女が僕たちの中で一番水中戦が得意かもしれません。この辺りの廃棄種、前回ここに来た時よりもかなり活発化しているようね。はい、廃棄種の個体群はずっと拡大傾向にあります。マーク正体がここを離れられないのはそのせいです。しかしマーク正体の力だけでは日々増大するこの脅威に対抗しきれません。僕もエルリック様にベラの現状を説明しました。今後アーシャからより多くのエクセキューターを派遣してくれるそうです。さらなる危機が訪れる前に何としても阻止しなければなりません。では出発しましょう。早急にミラポリスとの通信を回復してユリン様に異常を報告しないと。もっと深く潜りましょう。気分が悪くなったらすぐに教えてください。特に変な感じはしません。それは良かった。それにしてもインニスは冥界の深海エリアにあるのね。警告、インニスエリアに身元不明の侵入者です。アイリーン認証を。ID を確認しました。リーヤ様、インニスへお帰りなさいませ。人工海流装置よ。これがあれば短時間でインニスまで行けるわ。このドロイドたちは？水門の動的データを収集するパトロールドロイドです。洞窟内の蛍光石も集めています。蛍光石って、どこかで聞いたような。ええ、蛍光石は冥界エリアにも広く分布しているの。インニスの主要エナジーの一つよ。
でも蛍光石は通信信号に干渉してしまうの。ひとまずここを離れましょう。この先がいいんですよ。当初移住地として建設された小さな町と比べると、かなりの規模になったわね。そして今も開発は着実に進んでいる。地上は都市の建設や拡張には適していないし、ミラポリスが収容できる人口にも限界がある。それに比べてインニスにはまだまだ開発の余地があるし、海底は天然資源の宝庫でもある。インニスはこれからもっと発展していくでしょうね。水中都市か、なんだか想像できないわ。ええ、第二都市のプロジェクトが始まった当初、誰もが夢の中でだと思っていた。でも水を遮断するフォースフィールドの発明によって、カノンの始まった計画は現実になった。そんなことまでできるんですね。ええ、みんなの努力と奇跡の賜物よ。
林也様、お迎えに上がりました総務副官のロイです。フィオナ様が議事堂で皆様をお待ちです。待たせたわね。私は別に。ですがお急ぎください。フィオナ様をあまりお待たせしないよう願います。ここがいいんですよ。居住エリアはこの周囲にあるの。人口はミラポリスより少ないけど、なかなかの活気でしょ。ええ、水中で町を維持してるなんてすごいですね。そうよ。インニスはミラポリスより小規模だけど、オフィサーの負担は決して軽くない。ユリン様は元はインニスのオフィサーで、その後をフィオナさんが引き継いだの。でも心配しないで、彼女は怖い人じゃないわ。フィオナ様、こちらルシウス部長が整理した巡回報告書です。パトロールドロイドの巡回ルートが変更になっています。特に注意が必要な重点エリアには印をつけておきました。助かるわ、ありがとう。それにしてもルシウスはどうして働いているの？医師に家で休むよう言われたはずでしょ。家で何もせずゴロゴロしていると病気が悪化する。仕事に没頭するのが一番の薬だ。ルシウス部長はそうおっしゃっていました。仕方ないわね。あなたとロイで仕事を分担して、できるだけ働かせないようにしてあげて。はい、しかるべく手配いたします。それでは失礼いたします。久しぶりね、リンヤ。いい知らせでも持ってきてくれたのかしら。期待にお応えできる自信はないわ。今回の通信トラブルは範囲機種が第10通信基地を襲ったことが原因よ。復旧にはまだ時間がかかるわ。ユリン様はすでに対応に乗り出しているわ。インニスの状況を心配して私たちをここに派遣されたの。状況はどう？芳しくはないわね。最近多くの重要施設が廃棄種の襲撃を受けているわ。けれど対応は進めている。トンネルの廃棄種はひとまず制圧したし、通信システムと長距離転送ゲートは今修復させている。その他は今のところまだ報告は受けていないわ。わかった。転送ゲートの修復が済むまで私たちはインニスに滞在して廃棄種絡みの仕事を手伝うわ。こちらはアーシャから来たエクセキューターとシャーリーさんよ。私たちがお役に立てることを願うわ。皆さん、インニスまで遠路。大丈夫よ。最近はどう？相変わらず仕事一筋ね。時間があったらもっと会いに来てよ。それはもう少し先になりそう。暇ができたらね。約束。ちゃんとラビーも連れてくるのよ。遅くなったけど誕生日プレゼントを渡したいの。子供たちが安心できる日常を守るためにまだやるべきことはたくさんある。そうね。何か言いたいことがありそうね。シャリー、ここに通信を遮断するバリアを張ってもらえない？レビリアが目覚めたわ。レビリア？彼女は無事なの？はっきりしないけど、今の彼女はまだ廃棄種の意識の影響を受けている。ネストマザーと呼ばれる廃棄種がインニスを狙っていると彼女は教えてくれた。インニスで廃棄種の活動が活発化していることと関係しているのかもしれない。ネストマザーは廃棄種のリーダーなの？それについては
私たちも今のところ正確な情報をつかめていない。あなたも気づいていると思うけど、今回のインニスとミラポリス間の通信遮断は単なる事故じゃない。廃域種は防御設備の整ったミラポリスとインニスを避けて、あえて脆弱な地点に攻撃を仕掛けた。そして連絡手段を断ち切ることで相互の支援を不可能にした。それこそがネストマザーの狙いだったかもしれない。ミラポリスへの増援要請を断ち切ってインニスを孤立させる。それとネストマザーの他にも警戒しなければならないことがあるわ、フィオナ。第10通信基地を調査したところ、規制型の廃棄種が存在することが分かった。とりあえずディスガイザーと呼んでいるんだけど、ディスガイザーは人間に寄生する能力を持っていて、宿主を操り人形にしてしまうの。それに既存の技術では寄生された人間を見分けるのは難しい。見た目は普通の人間と何も変わらないから。それは廃棄種に操られている人間がいるかもしれないってこと。インニスにいる全員が疑わしいわ。もちろんあなたも例外ではない。相変わらずね。分かったわ、その情報。ちょうど私の推測と辻褄が合うのよ。マーク正体によると、一部の廃棄種の間で今までと違う動きが見られるそうよ。明確な目的を持ってこちらを撹乱しようとしているみたい。私たちを撹乱して真の目的を隠そうというのね。私が今回マーク正体をトンネルの増援に向かわせたのは、まさに。フィオナ様、リンヤ様、失礼します。緊急事態です。シロさんから数分前に彼女が設置した水門モニター装置が再び異常を捉えたと連絡がありました。しかしシロさんとの通信はすぐに途絶えてしまい、同時に彼女の活動地域で廃棄種の信号が急速に増え始めたんです。この件は私たちに任せて。ええ、頼むわ。急いでシロさんの援護に向かって。ワンリン、クレインに分析を急ぐよう伝えて。廃棄種の動きを把握するのに役立つかもしれない。ロイ、周辺海域の警備レベルを上げて、それから住民には危険区域に近づかないよう注意を呼びかけなさい。わかりました。
ヤさん、インニスにも寄生型の廃棄種がいるかもしれないわ。全員でここを離れて、もしフィオナさんの身に何かあったら。心配しないで、彼女は見た目ほどヤワじゃないから。まずはマーク招待の援護に集中しましょう。今のところインニスに潜伏している廃棄種は異常な行動をとっていないようね。嵐の前の静けさかしら。どうか間に合って。今のところインニスに潜伏している廃棄種は異常な行動をとっていないようね。嵐の前の静けさかしら。どうか間に合って。贈り物？はたまた罠？